はい、自分はこう直接こう聞くことはなかったんですけども、まあ、この3人を見てて、やっぱりこう最初はこうね、こう気を使いながらやってるかなと思うんですけど、最後の方はみんな気があって、こう本当に、皆さんに、まあ、コース側もそうだし、乗る側はこう連携取れてやれてたのかなというふうになと思いました。はい。はい、まあ、自分は実際にエオス係として、まあ、させていただいたんですけれども、やっぱり勾配がきついところだと結構な力が必要で、また砂利道になると結構全に上げるためにも結構力がいる。でやっぱり恐怖を与えないために、安心してもらうためにちゃんと必要だなって思うと、降りるときに僕の車椅子に持ち手側のブレーキなかったんで、ちょっとあの操作するのもちょっと大変だったなっていう感じました。いや僕も、まあ、オス側でだったんですけど、なんか 下りの時も上りの時も結構同じ力いるなと思って思いましたね。あと結構初めて知ることと、まあ、砂利道上げる時も前輪上げて進むっていうのも結構初めて知れたかなと思いました。自分も今回、長距離のオスっていうのが初めての体験だったんですけど、坂道を上る時っていうのは結構自分でも押しやすかったと感じます。ただ下り道ってまあ、その車椅子が先へ進もうとするので、押さえている側っていうのがちょっと後ろ側に力を入れ続けなければいけないので、結構な負担があるなと感じました。でまた東照宮の方で砂利道の上を通ったんですけど、その時も前輪を上げて移動させるってことで結構手首に負担がかかる。なのでそのサポーターの方っていうのもかなりその負担を担っているので大変だなと感じました。